こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、第38回、第39回と、望みが叶わない時の原因について考えました。いろいろな理由がありましたね。一番の問題は、このようなことになかなか自分が気づかないということです。なぜでしょうか。ということで、今日のテーマは、自分が体験していない知恵を学ぶには、です。自分で気づくことができない理由の一つは、第35回でも説明してきたように、ニュートラルなことには気づかないという性質があるからです。望みであれ、ブレーキであれ、潜在意識の自分が意識して考え始めたことにはよく気づきますが、潜在意識の中にもともと大量にある考え方には気づかないんですね。二つ目の理由は、自分の見方がとても狭いということです。もしあなたが60歳以上の人ならば、若い頃はあんなことも知らなかったなぁ、と思うでしょう。でも、若い頃は、自分が何かを知らないとか、何かに気づけないことさえわかりません。つまり、人生の知恵というのは、自分の体験に基づいているので、体験していないことはわからないのです。また、職業柄、同じ状況の人しか見ないという人もいます。人によっては、他人の状況を想像することが、そもそも苦手な人もいます。こうして、自分の角度が固まってしまい、自分から見えないことには気づきにくいのです。こういう時には、カウンセラーが役立ちます。フラクタル心理学は、心理の仕組みや修正する方法だけではなく、人生についてのこのような情報を集めて、あなたから見えていない角度の情報をトータルにお教えしています。また、一緒に学ぶ仲間がいるので、異なる育ち方をした他の人の考えを聞くことができます。例えば、うちのお母さんはいつも私を否定して、時には叩かれたとあなたが言った時、フラクタル心理学では、その気持ちをただ受け止めるだけではありません。あなたが、そのことで得たものは何かを考えさせます。フラクタル心理学には、あなたが得たものを読み取る方法があるので、カウンセラーはあなたをそこに導きます。そんな時、他の参加者の考え方もとても役立つのです。このように、自分の角度からでは決して見られないものも、フラクタル心理学の理論を使えば、まるで検索するように見つけることができます。フラクタル心理学は、感情を重視する一般的な心理療法とは異なり、この現象はなぜ起きたかという問いを原点として発展してきたので、あなたに起きる現象を変えることを目的としています。すべての現象には意味があり、ネガティブに見えていることにさえ得難い価値があります。自分がネガティブだと感じていた体験の中に、実は役立つものがあることに気づくと、自分の人生は幸せになって成功するために作られており、自分の中の優れた部分がしっかりと監督してくれている、という安心感を得ることができます。すると、そのネガティブな体験をもう手放して良いと感じられて、潜在意識を根本から変えられるのです。潜在意識のことをもっと知りたい、もっとコントロールできるようになりたい、という方は、ぜひ学びに来てくださいね。オンラインで体験講座などを開催していますので、気軽にお申し込みいただければ幸いです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、ここで学んだことを、これからしっかりと、活かしてくださいね。